れはもう最悪だったな。もう俺やめたいですって言って、はい、今回落としたらじゃあもう終わりなんじゃないかなとは思いますよね。じゃあまあやってやるよっていうか、まあ、ただそれだけで134.25 pounds he makes weight。計量に関してはもう絶対的に大丈夫だって思ってたんで、もう本当正直頭真っ白になった気持ちはありますね。計量オーバーした自分に対しての怒りというか情けなさっていうか、ちょっと尿比重というのを舐めてたかなっていうところがまあありますよね。あったと言わざるを得ない。水を取ってもどんどん濃くなっていくんですよ。なんだこりゃっていう風になって、何すればいいか分かんなくなったんですよね。もうやるしかねえなみたいな、勝つしかねえみたいな。なんか相手のパンチがちょっと当たっただけでちょっと効いたんですよ。気持ちが自分の中でもういや打ち合ってやるよみたいな。本当もう全然力が入らなくて、でケージでドーンって落ちて、その時はもう初めての感覚で、もう絶対勝つしかないみたいになっちゃって焦ったんだと思いますよね。ああ人間性だと思いますよ。そこはそういう風な事態になっても勝つ人間は勝つと思いますし、体は強いですしパンチも強いですしですけど、だからそこで精神力も足りなかった。いやまあやってやるよっていうか、まあ、ただそれだけで、まあ、別に誰が相手だろうとやるしかないんで、はい、いや負けたら終わりじゃないですか、もう本当に。 The Hunter Jia Wei。Ball lever shot falls him in half. Quicker. He's definitely trying to throw it.Second half of that second round, and what we're seeing so far in the third. Oh, the big kibosh! Xie Wei. すごいめちゃめちゃ思い切りのいいガッツある選手だなと思います。はい。組力は僕の方が強いのかなっていう。スピードリーチとか僕の方があるんじゃないかなと思います。はい。一緒になって沈んだこともあったけれども、いや俺の方が沈んでたんじゃねえかなぐらい沈んでたんですけどね、これをだからそれが良くないのかなと思ってます。だから自分が元気だったんで試合っていうのはやっぱりリングや孤独なんでね、そこでどう立ち向かえるかっていうのはやっぱ自分らはやっぱ希望を乗せちゃうんですけど、そこに甘えちゃいけないところがあると思います。一緒に戦いには行ってるんですけれども、やっぱり、ね、戦ってる本人が主役なので、だから、てめえでやれやと思ってます、もう、はい、常に、ニュートラルっていうか、勝っても負けてもニュートラルっていうか、平常心、俺のこの偏った考え方が、自分を苦しめてたなっていうのが、ちょっと気づいて。もう楽しく毎日楽しく全力でやればもうそれでいいじゃんみたいな、なるようにしかなんないと思ってるんで、もう全力出すだけそれだけですね。別に周りがどうこう言おうが自分の人生は変えるのは自分しかないんで、やるだけですね。はい。